最高です。ありがとう。じゃあ、お願いします。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 つけます。立てつけて取り替え、ここから入った中、どうか、シュート、ファビアン・ゴンザレス、甲府同点、強さを見せました。今の攻撃見事ですよ。はい、このファビアン・ゴンザレス最後の粘りすごかったですね。はい、ここですね。ここ中入れるふりして縦入れたんですよね。そして相手のところにペナルティーが入ってきて、ここで競り勝った、こぼれたとこ、いやーさすがですね。こういうところね、はい、ゴンザレス、やっぱりもう見逃さないなというところですよね。そうですね、はい、ファビアン・ゴンザレス、これが今季初得点。もう取り替えにパス入ったところでもう崩れましたからね、完全に、はい。
囲いですかね。おさ触ってまたショートですよ。ショートと決まりました。逆転ファビアン・ゴンザレス、これが2得点目。いや集中変えてましたね今ね、はい、相当うまく、ね、興奮で、ね、早いリスタートでね、はい、ショートコーナーから本当その辺やっぱこうつくのうまいですよね興奮ね。はい、少し秋田の気の緩みの部分逃さず素早いリスタート、うん、そこから、まあ、このヘディングの技術も際どいところきました ね、 ね、やっぱりコンセントでやっぱり自分のスペースをね、もうあのプレーエリア覚悟してのヘディングだから入っ、三沢のところから中、これは PK になりますか。引っ張ってしまいましたね今うまかったですね2人の関係ね、はい、っていう形で、ね、入ってきましたね。三沢とここのところで細かいボールを入れて今梶谷が、勝利を近づける追加点を取れるかどうか甲府、止められるか秋田、しっかりと決めていきました。落ちてましたね。甲府3点目。しっかりキーパーの動きを見てゴールに流し込むと。はい。まあ宇高も前節大分戦ではその決定機を決められずに悔しい思いをして、うん、翌日のその練習ではまあ悔しくて 夜眠れなかったと、そういうふうに話していたそうなんですけれども、まずはこのゴールで一つ。
que necesitamos y esto nos sirve para seguir luchando por nuestro objetivo. Bueno, hoy は本当に勝ち点3、勝ち点取れたことがすごく嬉しいし、で我らがリーグ戦で大切な勝ち点3となりましたので、引き続き頑張りたいと思います。ナイスナイス。ラスビア。はい、大丈夫。ありがとう。バム。行きましょう。バム、ありがとう。本当。ありがとうございます。ありがとう。簡単じゃない、10分でその相手も簡単じゃないし、新しくこう入っていた日本で今日デビューして勝ったり、みんなで本当、ファビアンは初ゴール、生まれたし、みんなで、こう久しぶりに出た人もいる中で、こういう結果が出たことは良かったと。で次ホームでまたやろう、みんなで向こうにいるみんなと、チャンスがいつ来るか分からないけど、しっかりと走って、助けて、自分の良さを出して、やっていきましょう。はい、じゃあ、マサ、いいゲームだったと思うけど、もっとできるはずなんで、みんなで締めて、一言投げて。勝ったことは良かったと思いますけど、自分たちが目指すところはまだまだこれからないので、もう一回チームとして、練習できる。ホームで勝ちましょう。頑張ります。炭酸アップルサイダー、お疲れ様でした。